それでは連立一時方程式と行列ということでまず導入の話をしていきましょうまず連立一時方程式と係数行列ということで次のような連立一時方程式を考えます1番 2x プラス 3y プラス z イコール32番 3x プラス 2y マイナス 3z イコール5ですね これを解くとき皆さんは1番の例えば z を消去して1番の3倍を2番に足すというようなことをすると思いますがそれを行列でやっていこうというわけですでまず左辺側の xyz の式ですね xyz の式の係数をそれぞれ並べたものを係数行列と言いますこの方程式の連立一致方程式の係数行列というふうに言います 1>, 1番の式が x の係数が 2y の係数が 3z の係数が1ですから2312番も同様に32-3と並べたものこれを係数行列と言いますさらに右辺値ですね右辺の3と5を合わせたものを拡大係数行列とここでは呼ぶことにします点線はあってもなくてもいいんですが右辺が0の時は この0,0を省略してしまうので、えー、そのような正時ですね、右辺が0であるような連立位置方程式との区別をつけるために、えー、係数行列ではなく拡大係数行列であるということを示すために、この点線をつけることがあります。間違わなければつけなくても構いませんが、一応ここではつけておくことにしましょう。 で、今言った方程式を解くということはこの拡大係数行列を変形するということですね変形とはどういうことかということをこれから具体的に説明していきましょうまず連立一次方程式はこの1番と2番を合わせたもの1かつ2ということですがこれを1の3倍を2に加えるということは1と2プラス 1×3 という方程式を連立したものとが同値である。 このように考えて方程式を解いていくわけですこのことを行列を使って表現すると拡大係数行列の1行目の3倍を2行目に加えるという操作をしているのと同じことになりますこのとき得られる拡大係数行列に対応する連立一時方程式は元の連立一時方程式と同値な方程式ということになります このような行列の変形のことを基本変形と呼ぶわけです。基本変形の簡単な例を最初に見ておきましょう。ある行にある行のスカラー倍を加える先ほどのように1行目の何倍かを2行目に加えるなどというような変形のことを指します。例えば12342468という行列があった時に 1>, 1行目のマイナス2倍を2行目に加えるとこのように2行目が全て0の行列が得られますまたある行とある行を入れ替える2行しかないと1行目と2行目を入れ替えるだけですけれども例えばこういう行列があると入れ替えるとこのような行列になりますそして3つ目にある行を0でない定数倍するある行 0で,でかけてしまうとですね結局全部0になって消えてしまいますのでそれは同値な変形ではないわけですよねしたがって例えば2行目を3分の1倍するというような変形はこれは2行目を3倍すれば元に戻せますので同値な変形ということになりますこのようにですねいずれの場合も左から右に行くという操作は右から左に戻す ことが可能です。このような変形のことを基本変形というわけです。次回は基本変形をもう少し詳しく見ていきましょう。